ワンピースのルフィになれないのなら、サンジであったりとかゾロみたいなポジションで、そばで夢を持っている人を一番サポートできるような環境に身を置いて、こうそういったところでいろんな経験を積めたら一番ハッピーかな。めっちゃかっこいい。どうもしゅんです。こんにちは。はい、株式会社ダイアクスの山と申します。株式会社ダイアクスのグリート事業部で働いている篠地と申します。よろしくお願いします。お願いします。今日は引き続きガイアックスさんと動画を撮らせていただいてるんですけども、模擬面接というか実際の面接を今日もしていただけるということで、さっき流れさんに面接をしていただいたんですけど、二次面接に進んだっていう形で今日はさせていただこうと思います。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のこの面接っていうのは、一次面接の後に私たちガイアックスでは一つ一つの事業部であったり会社っていうところで合うか合わないかっていうのを一つ一つ採算性になってるので見ていただきます。はい、なので私はグリッド事業部として今回しゅんさんのお話を聞いて、はい、一緒に働くっていうところのイメージがつくかなっていうところを一緒に考えていけるかなと思ってます。はい、わかりました。よろしくお願いします。結構ちなみに YouTube 見させていただいていて、ありがとうございます。すごいなと思って、いろんなパターンがあるじゃないですか、はい、今回のこの面接もそうですし、他にもいろいろな企業に行ってインタビューもされてたりするんですけど、はい、あれってそのどういうふうにコンテンツ作ったりとか、すごい単純に自分の興味なんですけど、はい、どうやってコンテンツを考えてたりとか、どうやってその企業を選んでたりとかするんですか？コンテンツを考えることに関しては、今チャンネルのターゲットが就活生、特に地方国公立ぐらいの就活生をターゲットにしているので、いわゆる地方の就活イベント、地方学生が集まる就活イベントに週3ぐらいで行って、徹底的にヒアリングをして、その悩んでいる不安とかを解決するコンテンツは何かっていうので企画を考えてます。すごい行動量がすごいですね。で、あれ何でしたっけ、質問もう一つ、もう一つがどういうふうに企業とか選んでるんですか？もう単純なんですけど、企業、学生が行きたい企業ランキング上位から今当たろうっていうふうに思ってて。なるほど、はい、で、注目度とかも加味して、ガイアックスさんぜひとも取材させていただきたいなと思って、ありがとうございます。取材じゃなかった、受けさせていただきたいなと思いまして、ごめんなさい、ボロが出ました。今回取材をさせていただきました。じゃあリサーチングとか、アポイントメントとかそういうのも自分でされてるんですか？そうですね、基本的には一人でやってます。一人で？そうですね、編集手伝ってくれる子とか、補佐のアシスタントを今月から2人を雇ったというか、アサインしてもらったんですけど、基本的には今一人でやってます。すごい、そしたら自分で考えてそういうふうに行動するっていう感じなんですけど、はい、結構その行動するの初めてやることが多いじゃないですか。はい、そういう時ってためらったりとかしますか？まあ、そうですね、僕は基本的にはなんていうか、臆病というかチキンな性格なので、結構何をするにしても勇気を振り絞って、めちゃくちゃ覚悟を持ってやってるっていう。お覚悟を持ってやってる、かっこいいです。なんか仲間とかそういう人とかも作っていくようなこととか思ったりしますか？そうですね、今、自分の会社には社員は僕だけなんですけど、業務委託という形で、3人ぐらいの方に協力していただいて、スタートアップでめちゃくちゃ人を雇ってっていうよりは、スモールビジネスでちょっとずつ大きくしていけたらいいなっていうふうに思ってます。ただ一人でやるっていうよりは、周りを巻き込んでいく方が楽しいし、向いているので、これからちょっとずつ増やしていこうかなっていうふうに思ってます。すごい。ね、さまざまな分野を飛び抜けていろいろ活用されるっていうふうなので、もしね、私たちってグリッド事業部、このコミュニティ、永田町にあるコミュニティビルの運営をガイアックスでしてるんですけど、はい、その中で、もし働くとされたら、ここイベントスペースとかもあるので、ビル自体の運営っていうのをしつつ、ここに来てくれた人とコラボレーションして、いろいろなところの、新しい事業を自分で作ったりとかね、そういうことをして活躍してもらう人が増えればいいなと思っているので。ちなみに山口さんも副業とかもされてるんですか？してます。じゃあもう全体的に社風として、もう各自が好きなことをやりながらでも自由に働けるっていう感じが根付いてるんですね。そうなんです。いいですね。でも想像を持って多分入るときに、私は副業したいっていうところを話した上で入ってるので、はい、そこもむしろそういう人の方がこれから求められるからって言われて、はい、どんどんしなよって言われますし、そうなんですね、会社の中
中で副業したことに対して、こうビヨンドボーダー、ボーダーって言って、こうその境界を越えたっていうところなので、やってることっていうのをそのパイアクスっていうプラットフォームを使って発信してもいいよっても言われてるので、まあいろいろやりたいなと思って。そうなんですね。ちょっと詳しくお聞きしたいですね。ぜひ。そうですね。後でまたグリッドの説明は聞いてもらおうと思います。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。4月にご入社いただきありがとうございます。ゆうまくんにもちょっと質問をしていきたいなと思ってます。ゆうまくんは学生時代ってどんなことをされてましたか？そうですね、大きく分けて2つやっていて、1つは海外、大学1年休学して海外に東南アジアに行って、留学と海外インターン合計9ヶ月間ぐらいしていました。フィリピンとスマホに行きました。で、長いこと、もう1つは就職活動が終わった後に、エンカレッジという就活支援団体があるんですけれども、そちらの運営メンバーとして、こう自分の大学とその周辺大学の就活生の就活サポーターを1年間行っていて、30人のメンバーで、1700人の学生の就活サポーターをしていました。すごい、お二人とも就活生のサポートがここでフル体制でできますね。オンラインとオフラインで、その2つやっていたっていうところで、1つ目 その海外に行ったのは何でなんですか？もともと大学に入ってから2年半ぐらいです。大学3年生の途中まで、ずっとこうアルバイトしたりとか、サークル入ってはやめてみたいなところとか、こうなんとなく大学生活を過ごしていたんですよね。で、こう幸運にも周りにすごくこの子優秀だなって思う人間が友達に多くいて、彼らを見ていて、自分ってこのままで大丈夫なんだろうかっていう危機感を就活が近づくについてひしひしと感じていて、で、ある時にこう友達と飲むんですけど、なんかヤマってなんかもったいないよね、優秀だけどなんかもったいないよねって言われた時に、こう雷が落ちた感じでこうバーンとショックが走って、このままじゃダメだ。で、自分のこう人生というか、一回ストップして、どこにもこう一回立ち止まって、何か新しいことをしたいと思った時に、こう高校の頃からずっと留学に行きたい、海外に行ったこともなかったので、海外に行ってみたい、留学に行ってみたいという思いがあり、その際に留学をし、留学して。1年休学したんですか？はい。海外に行きました。結構、海外に行く前と行った後で、変わったことってあったりしますか？そうですね、世の中の当たり前というか、日本の中で当たり前とされていることに対する疑いの目を持てるようになりましたね。海外に行くと、こうその土地土地のこう当たり前が全然違うんですね。例えば中国だと、電車の中で YouTube みたいな動画をイヤホンをつけずに爆音で流して普通なんですよ。そういう光景を目の当たりにした時に、彼らにとってはその土地においてそれが当たり前で、日本の僕らが当たり前だと思っていることは、日本っていうローカルエリアでの当たり前みたいなっていう感覚がすごく身について、僕はこう、まあ、その国っていう大きい単位だけじゃなくて、それはこそ会社であったりとかチームとかいろんな関係に属していく中で、その組織だったりとか環境においてどういうことが当たり前とされていて、そこに対して自分はどう接するのかっていう考え方をこうゼロベースで毎回こう考えていかなきゃいけないなっていうのはすごく書いてあるなと思いました。すごい海外経験だね。考え方っていうのが実際に新しく情報として入ってきたと思うんですけど、それを活用して、変わった行動とかってありますか？そうですね、先ほどご説明させていただいた2個目の学生団体の経験なんですけど、海外に行く前とかは、例えばお金を稼ぐことは是であるとか、なんか一つのチームに所属していたら、こう絶対にそのチームに対してコミットしなきゃいけないっていう、僕なりの当たり前が他の人にとっても当たり前っていう感覚がすごく身についていくのが留学に行く前なんですね。で、帰ってきて、まあ、就職活動を経てこの学生団体で働くなって、その結構1日5時間6時間とかがっつり業務とかするんですけど、学生団体なのでもちろんお給料は出ないんですよね。で、こうそのチームに所属している理由も、こうメンバーそれぞれのいろんな目的というか理由があって考えているので、例えばこの期間は仕事ができないとか、
そういう個人個人の事情がある中で、自分はなんで彼女らがこのチームに所属していて、どういうことを求めていて、そのためにどういう仕事をしてもらったらお互いがハッピーになれるのかっていうところを、まずこう101とかを通して理解して、その上でこうお互いのコミュニケーションを取っていくっていうアクションに転換できたのは、その過去と比べると全くこう視点が変わったことによって行動が変わったなと思います。めっちゃかっこいい実際にそうやって動き始めてっていうんですよね、はい、そこでちなみにその動き始めて得られたものとかってあったりしますか？そうですね、まあ一番はこう僕らその学生団体がいろんな大学に同じ志向を野望というか、同じ傘のもとに東京大学とか早稲田慶応とかいろんな大学にあるんですけど、僕らその一大学の支部、関西の一支部だったんですが、こう全国1位を目指そうというところで、過去の去年の先輩、1年前の先輩が全国で4名ぐらいの数字だったんです。会員数という指標に対して、でそこで一番最初3月の1日にこう1位を取ろうって言って、こうチームを組んで、そこからこう人を採用しながら納得していって、結果として、1年後にダントツの1位というか、4つぐらい目標の数字に対してダントツの1位を1年間を通して達成することができて、もちろんそれはこうそういったチームとの関わり方であったりとか、具体的な戦略の組み方とか、どのぐらい愚直実行でアクションを取れるかっていろんな要素が並んでいるんですけど、こう結果としてこう1年間頑張ってこうみんなで1位を勝ち取れたっていう経験は、すごく自分の中で巡った生活の中でいい思い出だし、いい経験だったなと思います。学生時代にさまざまなこと本当に経験されてると思うんですけど、じゃあ、で、こう就職してからはこれからどういうことをやりたいなっていうところはあったりしますか？そうですね、自分自身が一番ハッピーでいられる状態っていうのが、自分のやりたいことだったりとか、行きたい場所とか、会いたい人、そういったものにアクセスできるというか、それが達成できている状態っていうのが世の中で一番ハッピーな状態なんですね。で、具体的にじゃあこういう課題を解決したいとか、こういう世界観を作りたいって今具体的な目標はないんですけれども、そういう目標ができたりとか、こういう事業を作りたいって思った時に、それが達成できるスキルだったり経験っていうものを詰めることが自分のファーストキャリアを選ぶ上での一番の条件かなと思っていて、その中でその、まあ、の一番速いスピードでその経験というかを積むためには、こう誰かの夢とかをそばで一番応援し続けられるのが、こう自分が主体として夢を持っていない場合は、それが一番こう達成速度が速いのかなと。ワンピースのルフィになれないのなら、サンジでやったりとかゾロみたいなポジションでそばで夢を持っている人を一番サポートできるような環境に身を置いて、こうそういったところでいろんな経験を積めたら一番ハッピーかなと。ユアマくんご入社いただいて、今やってる仕事2つありますよね、はい、それをちょっとお話聞きたいです。はい、一つはちょっと山口さんと同じグリッド事業部で、あ、一緒の事業部なんですか？はい、そうなんですね、業務してもいいかみたいな。3日前から隣の席になりました。はい、この永田町グリッドの管理と運営をするチームで働いています。で、もう一つがこう経営管理部の財務というチームで、まあ、グループ全体のファイナンスであったりとか、外国との出資先の企業が多いので、こう出資先の資金調達であったりとか、ファイナンス面のサポートをしています。この2つって実は聞いたことがないので、ここで聞いちゃおうと思ってるんですけど、はい、自分で選ばれてっていう感じなんですか？自分で強く希望を出してというよりは、こう、まあ、人事の流れさんからこの組み合わせとかどうやったりとか、この事業部どうっていう提案の中で、自分が一番しっくりくるのはこの組み合わせなんじゃないかっていうところで、こう総合ニーズがヒットした。業務っていうのはすごい泥臭い業務というか、はい、もう本当に来たものをこう適切にスピードを持って対処しなきゃいけないですし、こう本当に細かい作業が多いっていうところがあるんですけど、そういうところに対しても頑張っていけるって思いますかね？そうですね、自分のこう、まあ、学生時代にいろんなことを取り組む中での自分の強みの一つは、
やらないことをやらないためにいかに仕事ができるかというのはすごく強みだと思ってます、うん、例えばこうルーチンワークのような業務に対していかにこう仕組みを導入してやらなくてもいいことを知能労働じゃないこう単純作業をいかにやらずにやるために仕組みを作れるかというのはすごく自分の強みだと思っていて、はい、なのでこうグリッド事業部結構こう細かい作業が多いのでそこをいかに仕組みをしっかり整理してやらなくてもいい作業をやらないためにどれだけ仕事ができるかというのはたくさん取り組めたらいいなと思います。嬉しいですそうですね、あのお客さんの満足とか一緒に働いている人とかこれからつながる人そういう人たちの満足度を上げるというところで私たちはハード面の部分っていうのを担保したいと思ってるんですね。ただそこに対してあの今までやってきたからこれをずっとやらなきゃいけないっていうことはないですしどん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 変えていきたいっていうふうに思ってるのでその中心力っていうところを新しい風として新卒の人に担ってもらいたいなと思ってるんですごい嬉しいですね受かる理由が分かりますよね。なんかめちゃくちゃもう慣れてるというかもう初めて聞きました。あ、初めて聞いたんですか。就活自体は山口さんに面接はされてます。あ、じゃあ最後になんですけども、山口さんからこの2人にフィードバックじゃないですけど全然あの改善点とか良かった点とかを軽くいただけたら嬉しいなっていうふうに思います。第一に私が自分で、面接をするとき面談をするときには一緒に働いて楽しいかどうかというか人としてあの一緒に働きたいと思うかどうかっていうところを見ています。でもう一つが、ご本人たちがやりたいことが私たちの方で実現できるかな一緒に作っていけるかなっていうところの話を聞きたいと思っていて、はい、その部分だとお二人ともいやうちの事業部に入れば結構面白いことできるんじゃないかなと思ってこれから一緒に業務改善っていうところもそうですし例えば、自分がタレントとしてどん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 前に進んでいきたいでしかも周りの人も巻き込んでどん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 あの世界を作っていきたい新しい市場を作っていきたいそういうふうに考えていらっしゃる方なのでそれであれば一緒にあのそれを事業部とかにすることもできますし子会社として扱うこともできますしそれのための仲間を集めるっていうところでグリッドも使ってもらえるかなと思ったのですごい働くイメージがつきました。 ありがとうございます、はい。一方で、こう細かい作業とかも好きなんだろうなっていうところも感じられたので、それが私の中のポイントとしていいかなと思ってます。はい。で、山くんはもう一緒に働くことが前提になっているので、改めて初めてこういう話を聞いて、あ一緒に本当に働けてよかったなっていうふうに思えるぐらいしっかりとしているし、周りと協力しながらやっていくっていうところが強みになっているのかなっていうのを感じられました。であのちょっと時間が短かったので弱みっていうところがなかなか見えなかったかなとは思っているんですけれどもこうそこの部分は他の面接とか一緒にインターンをしたりとかしてそこで見ていければなと思っています。本当に素敵な方々もぜひ一緒に働いてありがとうございますありがとうございました。